ザマウリアンです。インターネットとかって嘘とかデマとかで溢れ返ってて、だからそういう情報を見極める能力って必要だと思うんですね。なので今回はメンバーの中で一番ネットのそういうとこが分かってなさそうなつかっちゃんにですね、嘘の情報を出してそれを嘘だと見極められるか検証していきたいと思います。はい、ということでですね、今回ですね、このつかっちゃんに流す嘘情報はこのチャンネル登録者数2人しかいないです。2人って言っても、この別メンバーの人がですね、登録しただけなんで、実ゼロです。ゼロのチャンネル登録者数をいじって、つかっちゃんを信じさせたいと思います。ということでですね、まあ、この数字を変える方法は簡単なんですね。まず、左クリックをします。左クリックをすると、この一覧が出てきて、その一番下にある、禁止ってボタンを押します。禁止ってボタンを押すと、出てきましたね。この2という数字が。この2という数字をですね、まあ、クリックして、クリックして、クリックして。ちょっと言うこと聞いてくれますね。よいしょ。ちょっと待って。じゃあ数字を変えて、まあ、1065。1065にしちゃいます。これで、あー、ちょっと待って。バグりましたね。バグっちゃいました。空白を入れないと機能しないのかな。これで、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください、ね。ちょっとこれは、バグっちゃって、下がっちゃいました。ちょっと。結局ですね、さっきの画面でいじってみたんですけど、いじれなかったですね。はい。こっち側のチャンネルアナリティクスの、現在のチャンネル登録者数のとこをいじってきたと思います。はい、ということで、このようにチャンネル登録者数の数をいじることができました。ということで、この写真をつかっちゃんに送りつけてですね、どういう反応するか見てみましょう。どうやら信じてるようです。なんで、本人に電話してみたいと思います。もしもし、スカッちゃん、登録者1000人いったね。あー、いったらしいな。うん、見た画像。あ、見たよ。見た、いったでしょ。うん、あ、いった、うん、見たっつったよ。オッケー。あれはあの彼とかいった、あれとか、とかいった。あー、いってないと思う、他のメンバー。ああ、なるほどね。オッケー。スカッちゃん的にはさ、どう今、うん、気分は。いや、でも1000人いったのはすごいと思うよ。うん、おー、なるほどね。じゃあ、スカッちゃん的にはさ、なんで1000人いったと思う、うん、わかんない。でも、わかんない。でも、うん。わかんない。わかんない。1000人いた理由はわかんない。お、なるほど。そうなの、ね。ごめん、残念だけどわかんねえわ。あー、オッケー。じゃあね、バイバイ。でも、じゃあ、ああ、じゃねん。つかっちゃん、アホですね。ご覧なんでよろしく。